はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー10続きやっていきたいと思います。前回グアドサラムに来て、ユーナがね、シーモアに結婚申し込まれましたねとか、そういうくだりで、まあここにいたらイベント始まるのかな。私、シーモア様に会ってきますね。ユーナ、ディスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。あのさ。何？ユーナの結婚のことどう思った？旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモアを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情はなんとかなるでしょう。そうかな。よくわからないっす。まあなんか価値とかあるんかなって思いますけどね。どうなんだろうね、この世界ではどうなんでしょうみたいな。はい、今ねちょっと音量調整したんですけど、まあちょっとゲームの音響いたりして、あそこまで結構連撮りしてたんだよね自分。それでまあちょっと調整して大丈夫かなとか思うんだけどね。ここだっけ？ここじゃないな。あ、アルベド5。結構多分どっか取り逃してるかもしれないね。一回しか取れないような場所確かあったと思うんで、まあ逃したら別データでやるしかないかな。お、シーモア様結婚したのか。ああ、これってユーナが戻ったら出発する。準備は任せたからな。いけないのか。いやー、一時はどうなることかと思ったよな。あのね、私だってもしユーナが結婚するんだったら。あ、さっきの続き？そう、ユーナが結婚するなら好きな相手としてほしいわよ。だろ？でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら私は反対するわ。あ、言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。まあ普通は好きな人とね結婚するとは思いますけど、まあ大人になるといろんな事情があるでしょうからね。わかりませんけど、そこはね。ここを出たら次は通称雷平原なんだよね。通称雷平原。召喚師様はご一緒ではないんですか？ああ、シーモアの家に行ってるんだ。シーモア老師、またはシーモア様ですね。ああ、気をつけます。はい。それでいいです。あ、シーモア老師は先ほどご出立されましたよ。マジっすか？マカラーニャ寺院へ向かわれたようです。シーモア老師はあの寺院の総監長でもありますから。あ、みんなに教えてやらなくちゃ。まあそうなんでしょうけどね。老子とかまあ様とかはね、まあ、自分もなんかね全然知らない人に「おい渇望」なんて言われたらちょっとイラってくる時あるから、まあそれは大事でしょうけどね。ジスカル様、私にできることありますか？ユーナ、行くよ。
シーモはマラカーニャ寺院へ行ったんだってさ。マカラーニャ寺院だ。そうそう。にしてもよ、いくら老子様でも何も言わないで行くなんてな。こんなに早く返事されるとは思ってなかったんだよ。あ、そうだな、きっと。ユーナ、何かあったのか。いいえ、何も。隠し事が下手だな。本当に何でもないんです。さあ、行きましょう。さて、でも今の時代どうなんかね。普通に、なんだろう、まあ親しき中にも礼儀ありきいうじゃん。自分って結構年下とかでも何々くん、何々さんってつけんですよ、礼儀としてね。自分がそう言われるの嫌だから言ってるだけであって、でも、あ、水臭いな、呼び捨てでいいよっていう人もいるじゃん。だから人によるんだろうね。でもそういういろんな考えの人いるからこそ、最初はからね、最初はいきなり礼儀ありっていうのは大事だと思うんだよね。そういう意味で言ってるけどね、自分は。はい、雷平原。あー、来ちゃったよ。どうやって進むんだここ。あちこちに飛来塔が立っているわ。雷は飛来塔が受け止めてくれるってわけね。飛来塔から離れすぎず近づきすぎず北へ進めだな。何もない広い場所は危険ってことよ。ちょっとだけクワドサラも戻る。短い付き合いだったな。あー、分かったよ、行くよ。はい、ガンドフ雷平原ではティーダに雷が落ちることがあります。ガンドフってねビッグアイと、雷はいつどんな時に落ちてくるか分かりません。棒と立っているのが一番危険です。速やかに近くの飛来塔に避難しましょう。飛来塔の下では落雷しないので安心です。だそうです。ここもね、後でちょっとしたねことあるんで、またその時紹介します。運悪く飛来塔から遠い場所で落雷に襲われたら丸を押して雷を避けることができます。はい、あ、おっしゃった、光った瞬間に押せってことね。なお丸を連打しながら歩くのは危険ですのでお勧めしません。だそうです。では旅のご無事を。ここの音楽好きなんだけどね、こんな感じ。あ、これね、今押すの、こう光ったときに、ね、でだいたいね、あの夜まで出てきた時の、まあ、色違いっていうかね、まあ、そんな感じではあるんだけどね。いや、これはちょっとおたらかに、おお、このあのタイミングはねえよな。まあここね、当時さ、画面真っ暗にして光った時に避けるみたいなっていうのが、まあ、避けるといいことあったりするんですよ。まあそこは配信しますんでね、何があるとかは言わないでほしいんですけど、自分が配信する意味なくなっちゃうんで、そしたら。ウォーターでいける？これ。ああ、やっぱそこそこあんのか。ちょっとちゃんと覚えとかないといけないから。
この光ってるとこあるじゃないですか、これやべなんかいいなって。こうか。よし。お、動詞覚えた。うわ、なんで898って。盗めんだね、そういや。スピードロット。スピードチェンジってのが、まあ、スピードのスフィアにはなるよねって話であって、怪しい石碑が立っている、ね、何でしょうね。あ、反応が遅れてる。語ってもいいですか、あの人。おや、ご苦労様です語ってもいいですかな。はい、どうぞ。ではこの街道について語らせてもらいましょうかな。昔々ここは有名な旅の難所でしてな、越すに越されぬ雷平原、行く手を阻む稲光と、まあこんな歌まで残っとるぐらいですわ。そこへビリガンなる男が現れましてな、機械を操り平原中に飛雷塔を立てて回ったのですわ。旅人が雷を避けながら進めるようにですな。ビリガンはあの飛雷塔を立てている時に雷に打たれて死にました。ビリガンはアルベド族、歴史には残らん名前ですわ。だそうです。アルベド族は何かとね。お、なんか違うのにね。月のカーテンですね。決まった。まあ、このエレメントはね、ルールだ。どうしようかな。噛めないってことはこれ水効くんかな。お、オーバーキル出た。なんかありそうな気がするけど。覚悟しな。
うお、強えなこれ。あ、自分にラルバの魔力が強化された。あ、なんだ、下押したのに敵回復したと間違って。あー、もう矢印がちょっとすげえ見づれ。敵の位置がさ、上になったり右になったりするじゃん、このゲーム。で、特殊の下に白魔法あんのもね。右スティック回そうだよね、これね。あれ回んで、あれ回ってるよ。終わらせてやる。とどめ。さて次ね。お、サンダーリング。な、雷系をやっぱ防げるものがあればいいよね。雷半減、魔法防御、どっちの方がいいんだろうな。ダッチューのっつって光るか。おっ、よし、真ん中だけ流転やってないよ。あー、何も覚えない。どうも。そうそう、シーモア老師とユーナ様がご結婚なさると聞きました。素敵なお話ですよね。早くみんなに知らせたいです。誰から聞いた？グアド族からですよ。みんなとっても嬉しそうでした。ああ、それちょっと違うな。ユーナは断るつもりだから。本当ですか？うん、結婚はなし、冗談っす。え、これなんかあんのか。もうおめでたい話に水を差すものではありません。シーモア老師とユーナ様、本当に素敵なお話ですね。まあ素敵、素敵な話ではあるけど、どうなんだろうね。本人の気持ち的には。右のくぼみに何かありそうだよね。あったあった。まあ、使うまでもないけど、使ってるとだんだん、間違えた。あれ？うわ、最悪。そろそろスフィア版いじんないとね。これも後で何かあったのね。お、ウォーターボンバー。
そっか、水効くのか。そっかそっか。でも別に水そこまで装備する必要ある。物理10と5だから。まあそうだね。水だよね。ピカピカピカ。あ、違う。こっちはね、敵なのかどうなのか。先は長い。行くぞ。じゃあね、先は長いね。ね。好きな方がいいだろうけどね。お、いいね、ハイポーション。つまりも一応貫通ついてたよね。こういう硬いのは貫通付きじゃないと。おっと、真ん中まで行ったらソフィア版ちょっといじっか。一番いいんだろうけどな。まあいいや、とりあえずこいつ邪魔くさいから。2回目が2個とかっていいよ。同じくしちゃろ。あ、聞くね。一応サンダーこれで。行くわよ。えいへい。うん、どうした？へへ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 ってなんだよ、気持ち悪いな。雷は止むことがない。急いで抜けた方がいい。知ってるけどさ、理屈じゃないんだよ。だってさ、どうする。頼むよ、休んでこうよ。雷はダメなんだよ。休もうよ。ね、お願い。こんなに嫌だって言ってるのにさ。少し疲れました。お部屋はありますか？あ、召喚師様ですね。どうぞあちらを使ってください。ありがとうございます。おい、ユナらしくないわね。
これってほっといたらなんかイベントあったんかな。そんなに怖いのか。うん、子供の頃海で遊んでたら魔物に襲われたんだよ。一緒にいた兄貴が魔法で倒そうとしたけど、兄貴ったら慌てて私に魔法をぶつけてさ、サンダーの魔法でビャ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 って、うひゃー、あの時から雷ダメだ。でも有効な戦法ではあるわね。水中に現れる魔物は魔法攻撃に弱いから。あ、兄貴もそう言ってた。あんたたちも覚えたら。無理みたいね。これはこれは、皆さん、我が旅行講師にようこそ。おや？し、うん、ユーナ、どうしちまったんだろうな。ユーナったら完全に上の空ね。ジスカル様の件かな。あの時から雷ダメだ。あの時、召喚士録、雷平原編が置いてある。見てみる。昔々、ジョゼ大陸にはサボテンダーという魔物がはびこっていました。サボテンダーは田畑を荒らし、旅人に悪さをして我が物顔で暴れていたのです。そこをやられたのがガンドフ様、後に大召喚士となられたお方です。ガンドフ様は大陸中をめぐり、この平原にサボテンダーを追い込みました。そしてラーの鏡の塔にいたりいなかったりするのそれじゃねえみたいな守備よくサボテンダーを狩り始めると、ガンドフ様は四角の印を結びました。するとサボテンダーたちは煙に変わり、石の中に吸い込まれていったのです。こうしてサボテンダーは石に封印され、昼も夜も雷にさらされる運命となりました。誰かが再び四角の印を結び封印を解くまで、石の中で悪事の報いを受けるのです。このようにガンドフ様はスピラの隠しで困っている民をお救いになりました。ガンドフ様は召喚士の使命は真と戦うだけではないと考えておられたんです。あ、そうです。これアルベド辞書だよね。あ、違うの？え、違うの？あー、さて、改造もできんだけど、貫通物理、こっちのがいいの？今持ってるハルバート強いもんね。スティンガーか、今持ってんの。これはデバステーター。あ、リュックか。あ、こっちの方がいいの。改造しなくちゃいけないからね。 HP5%、 T だ。サンダーシールド、これって取っといた方がいいね。これね、ジーンでサンダーガード。あ、今のもね。よし、これでいいや。ユーナは休んで邪魔をするな。召喚士が若い娘だとガードするのも大変だな。よし、じゃあ今回ここまでですね。スフィア版ちょっといじってね。スフィア版いじらないと強くならないからさ。でいじりすぎるとさ、時間かかって配信時間があんまなくなっちゃうから。どこまで行ったんだこれ。ええ、ちょっと待って、なんで左押してんのに行けないの。え、ちょっと待って待って、移動。ああ、こっちか。違う、アビリティスペア。見切り覚えた。よし、決まり、移動した。あ、とりあえずここまで行って、あそこぶっ壊すべきかな。ぶっ壊さなくていいよな。4とかだってないもん。
これで龍剣とかそういうあれになってくるよね。お、輪っか6もある。どうすかな。右ぶっ壊してもいいけど、どっちみちぐるっと回って近道できるもんね。左から来たのかこれ。え、違うな。あー、右壊してもいいんだけど、いやいや、こっちでいいや。え、待って、どうなってんだこれ。こっからスタートしたのかこれ。そうか。え、待って、今ここでここまで来て、どうなってんだこれ。あ、しまった。上 HP じゃん。なんだよ。しまった。なんだよ。今ここに、ここでいいや。ここで、ここでも使えるじゃん。ここ取ってから行けばよかった。なんだよ。よくわかんねえなこれ。ここで下行けばいいんだ。あー、HP1 個損したな。まあいいや。とあとはティーダが、ここまで来てから、あ、真ん中までとりあえず行って全部解放して、だいぶ強くなったんちゃう。移動でこれで4とか3は開けなくて、上に行けばいいのか。そうね、ユーナあんま入れてなかったな今回。ユーナ、あ、ユーナがとりあえず、待って、あ、左に、あ、今どこにいるの。今どこにいるんだこれ。ここまで来ればいいんだよね。で、一個下まで行けばいいのか。ユーナ攻撃力は、まあでも上げといてもいいかな。あとは、あ、こんなもんですね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。雷平原途中まで来ました。リュックの意外な一面見れましたね。雷怖いってね。はい、ということでこの先どうなるんでありましょうか。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。